ートレース唐津で開催の第9回ライブキャッチ杯、初日のラストカードはお楽しみのドリーム第12レースです。水面に登場した今節のドリームメンバーは、1号艇佐賀の深川真嗣、2号艇群馬の秋山田尾幸、3号艇群馬の松本明恵、4号艇佐賀の古賀茂樹、5号艇山口の雲野幸四郎、6号艇福岡の木下大輔、以上の6名です。本番も枠なりに作戦行動を展開中、人気が集まっているのが1号艇の深川真嗣です。前走地宮島で優出して戻ってきました深川、経験実績豊富な地元水面です。初戦は3コースからバクって仕掛けての2着でした。この陰線は人気に押されています。2コースには2号艇秋山直之です。当地は6月にも優出、今日の初戦は5コースから鮮やか見事なまくり出しを決めています。3コース3号艇松本明恵は前半インから3着とした後、大幅な部品交換に踏み切りました。引っ張って角の4コースにもう一人地元4号艇古賀茂樹、宮島で優勝ゴールを飾って勝ってきた古賀、前半は逃げて1着。5コースさらに引っ張って5号艇雲野幸四郎、重量級ながらも展示は好タイムを叩き出しています。現在3連続優出中の雲野も前半はまくり出して勝利を挙げています。大外6コースには6号艇の木下大輔です。1月からの A1 復帰も待ち遠しい木下が大外から、3対3でインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。あまり差がないスタートになりました第12レースドリーム戦。その後は1番、2番と出ていって1番区の旋回、逃げる1号艇の深川を刺す2号艇の秋山、続いて3番、4番、5番とバック側、先頭は2号艇の秋山が一歩優勢、アウト粘る1号艇深川、スタートは前提正常でした。差しからリードを奪ったのは2号艇の秋山です。追いすがる1号艇深川、内側から4号艇の古賀、2マークトップで2号艇秋山、続いて4号艇をかわして刺してくる1号艇の深川、この間に先頭は2号艇の秋山が大きくリードを取っています。2番手が三つどもえとなってきました。4号艇古賀、1号艇深川、さらに内側から5号艇の雲野も届いている。5番、1番、4番の戦いでこれから2周の1マーク、先頭は2号艇秋山です。2番手争いは5号艇の雲野が先行を指して1号艇の深川、4号艇は一歩遅れを取りました。2番手は5号艇雲野に食い下がる1号艇の深川ですが、直線コースは5号艇の雲野が一歩優勢、認定審査1号艇の深川真嗣。2周にマークです。先頭独走は2号艇の秋山、2番手で5号艇の雲野、握って続く1号艇深川でしたが3番手、2番手3番手も大きく定間開きました。上位体系2番、5番、1番でレースは最終周回です。後続は4号艇古賀、3号艇松本、6号艇木下と続いて3周1枠、先頭は2号艇秋山直之、大きなリード、2番手5号艇雲野幸四郎、1号艇深川真嗣が3番手、3周バック上位体系は2番、5番、1番です。双子1の組み合わせ3連単の図 117.1 倍となっています。差しが決まった2号艇の秋山、今日連勝ゴールに向かって後続に大差をつけての折り返し、2番手は5号艇雲野幸四郎、人気1号艇深川真嗣が3番手、まもなくゴールです。先頭2番ゴールイン、5番ゴールイン、1番ゴールイン、4番、3番、6番ゴールインです。